はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回キャンペーン第3弾来ましたね。まあいろいろ来てるんですけども、まあいろんなミッションが来てると。でキャンペーンミッションも個人ミッションからこちらですね、まあ協力ミッションもあると。で極限 Z 学生も来て、でなおかつバータックの伝説降臨来てるやん。まあ一突してるからいいかな。でまあその他もろもろですわ。はい。ってことで、まあ今回全く関係ないんですけど、まあ極限バトルやっていこうかな。全然関係ないけどな。で、今回あげたいのはこちら、超軽の微挑戦可能な極限バトル上げていきたいんですけど、誰かいるかな。いそうな気がせんでもないぞ。よっ。あ、いるね。メンツこんな感じで、リーダー以外、ほぼほぼガシャさん。だけど、こいつは、ガシャさんです。間違えた。リーダー以外、ほぼほぼイベさんの、まあ、ガシャさんが2体ですね。トレンド入れて3体です。まあ、即属性、ガシャさんいいかもしれんけどな。誰かガシャさんいたっけ、優秀なやつ。多分ね、いないと思うんですよね。これ以外、あとは体属性であったりいいと思うんだけど。どうだろうね。悟空いるからご飯もありっちゃありなんですよ。ただご飯って、正直ね、気が引ける。なぜか。あれって極限バトルクリアしてからの、まあ、極限 Z 覚醒できるんで、あれを使うっていうのはちょっと気が引けるね。まあ、最悪連れていく、連れていくけど。まあ、なるべく入手しやすい極限じゃない、入手しやすいイベさんとか、まあ、極限 Z 覚醒とか、まあ、そういったキャラで挑んでいくっていうのがコンセプトなんで、まあ、今回それでいこうかなと思ってます。左から全部虹です。まあ、見んでいいかな。悟空は連続攻撃、クリリン連続攻撃、悟空、こいつはどうだ？あ、連続攻撃だね。で、亀仙人も連続、こいつは会心だったっけ？連続か。で、こいつが、連続ですね、こいつ確か。はい。ほぼほぼ全員連続ですね。で、超系極み系のバトルって結構、まあ、火力がえぐいので、まあ、注意しながらやっていきたい。壁紙かっこよさそうだね。さあ、やっていこうか。リーダー以外全員、ガッシャさんじゃなく、いいよ、イベさん。だいぶ間違えるね。リーダー以外、イベさんです。ようやく言えた。よし、やっていくぞ。え、リンクがゼロ、まさかのゼロですか。サイですか。それきついな。リンクが繋がってないんだね。そんなことある。さあ、どう。ああ、いいね、守れるね。さすが悟空さん。まあまあ、これはね、フリー属性だからしたね。で、ごめんなさい。相手が極み系なんで、プラス3ですね。忘れてた。記録プラス3されるという風な計算で結構です。完璧忘れてた。まあ、こいつダメージカットもついてるから強いからな。さあ、これで中確率機で 30% 入ったらマジででかい。入らない。入らない。入った。入らない。いいね。入らない。入った。フリーザ入ったのでかい。痛い。ちょっとは手加減してくれ。さて、あー、なるほどね。こうだね。どっちかっていうとタコまでもいいんだけど。あれ、こいつの超必殺技なんだっけ。あ、ディフェンスオーバーテイクか。タコまで行きましょうか。で、フリーザ必殺封じで、封じたら完璧。ですね。うわー。吹き飛べ、ファイヤー。強っ。
まあ必殺飛んでこなかったらいいんだけど、あ、気絶入ったね。あれこいつ気絶持ちだったっけ。さあ2になっていくよ。ごめんなさいね、ちょっと鼻がね、すんません。あ、中確率気絶持ちだったのか。 30% 気絶っすね。でかいでかい。あ、まあ気絶入ってるから悟空戦闘でもいいのか。ようやくリンクが繋がったけど、まあここはでも順当に行きましょうか。フリーザ気絶は絶対狙っていくと。出直してきやがれ。硬えなこいつ。で、亀仙人で眠らしてクリリン、最悪クリリン。多分眠るけどね。眠ってない。まさかの 70% を回避すると。さすがっすね。ソルベは何しに来た。面白いね。タゴマが起きて、どうしようかな。まあ一応アタック低下入ってるからな。アタック低下入れるか。マジでタゴマ何しに来たんっていう話なんですけどね。タゴマじゃない、ソルベか。ソルベはマジで何しに来たんだって思う。これでアタック下げます。まあここは防げれるでしょう。 OKOK、 危ない。必殺撃たれたらちょっとやばい。 OK ナイス。そろそろタゴマは倒したい。OK、 倒したね。で3になった。なかなか長期戦だね。3になるとは思ってなかったな。とりあえずちょっと動植取って回復したいけど、とりあえずもうソルベ消し飛ばそっか。なんか邪魔になってきた。勝てえな。そーい、倒したね。とりあえずソルベ、お前はもう入っとけ。ダイソンの吸引力だね。次行こうか。次、第6宇宙ですね。まあ数が多いけど並び的にはすごいいいです。ディフェンス高いからこっちでもいいわ。ごめんなさいね、すみません。鼻がね、誠に申し訳ないけど、我がお鼻がちょっとね詰まっておられてですね。こっちでもいいか。ダメージカットついてるしな。超打つんだったらこいつで打つ。ギリギリまで、威力を高めましょうか。で全体で吹き飛ばすと。いい流れっすね。ああ。ちょっとお前らマジでふざけんな。痛いなあ。まあ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 、まだ大丈夫だって。あ、そっか、相手あれか、長兄か。忘れてた。それだったらフロスト攻撃すればよかったな。ちょっとマジで言ってんの。いやマジで死ぬって、これ以上やられたらやばいって。よしよし、おお、めっちゃ入った。ありがてありがて、これはありがて、めちゃくちゃありがて。復活狙ってもいいんだけど、復活狙ってもいいか。あわよくば復活でいきましょうか。とりあえず
とりあえずこいつ気絶させてえな。これでいきます。いやミスったね。相手長兄だった、忘れてた。この中で言うとヒットとフロストだけが極み系ですね。ヒットが極み系っていうのもいまいち分からんけど、あ大丈夫、甘いな。ミスったな。どうせなら最後ら辺で死んだ方が良かったんだけど、相手気絶解けたな。ディフェンス面上げとくか、ハッチャーにしよう。これを絶対取らないけんで、消し飛ばすんだったらこれかな。これでいこうか。まあ順当にいってもいいと思うんだけどな。これでいくか。ドッカンゲージ溜まりつつあるからちょっと注意せだな。よしよし、まあ1体ずつ確実に処理しましょう。さあ怒ったぞ。3、2、1、ファイヤー。オッケー、消したんだね。まあそうだね、有利属性で攻撃した場合の方がドッカンゲージが最終ステージに向けて発動する確率は高いと思うんだけどな。どうだろうな、分からんな。今回はどこまで最終まで持ち込めれるか分からんね。まあいいや、ヒットでいこう。こいつはまあこれでいい。で全体これでいきます。最悪あと1ターンは持つと思うんで、ドッカンゲージ、ドッカンモード入るまであと1ターンは持つと思うんで、とりあえずこの2ターンが勝負っす。とりあえずね、ファイヤーで、このイベさんで重要なのって本当に亀仙人、クリリン、クリリンまでは第2ステージまでは結構大切かなと個人的には思うんですけど、全体攻撃持ちなんで、まあ、亀仙人は超高気絶があるっていうのはマジででかいし、火力もでかいし、中核率回避だったかな、ついてるっていうのはでかい、中核率だったかな。亀裂入った、よしよし。で、あ、違う、お前じゃない、そうだね、中核率回避がついてるのはでかい。どうしようかなこれ、倒せるか。ヒットからだよな絶対。いや、ヒットフロストでもいいな。フロストでプラス3してで、ヒットこれでいいや。でこれでいきましょう。いやー、ドッカンゲージ消費はしたくねえな。通常攻撃連発して倒せるかな無理な気がするな。いいね、ますますドッカンモード消費したくなくなったけど、どうだろうね。それだったら一気に回復してもいいんだけどな、もう。まあまあ、落ち着いていこうか。プラス3、攻撃するときプラス3だからどうだろうね。ちょっとわからんけど、まあやってみようか。まあ、どっちにしろでもここで発動しちゃうしな。発動しちゃいましたね。バフーン。バフーン。やっぱり発動しちゃいますよね。そうだったな、忘れてたわ。まあまあまあいいでしょう。まあここで
さっきスーパーサイジン3が食らった分の体力を回復しましょう。てかクリリンと悟空ってリンクつながんねえんだな。意外に意外につながらないんだね。ちょっとこれは予想外だったわ。さあダイソンもびっくりの吸引力ですね。とさあ次行きましょう。ただここロゼがね体力バカみたいに高いからちょっと気をつけなきゃいけないね。まあ戦闘校だな。クリリン繋がんねえのマジで痛えな。どうするか。まあ超必殺技当ててもいいんだけど、ここは普通に順当に必殺技でいって相手のアタックを下げるっていうのがすごい大切かなと思います。個人的にはよ。これでまあ気絶入れたら入れるっていう流れでいきましょう。ナイスナイス読み。まあ来ると、ああお前まで来るか。お前まで来るとは思ってなかったな。まあここで大切なのは本当にご飯ちゃんだね。そーい、ちょっとずつ削ろう。まあここで気絶入ったらマジでできるけど、どうだろう。クリリンすごい重宝できる。やっぱり極限バト、ああ気絶入った。クリリンはねすごい重宝できる。やっぱりリンク悪いけど、まあ壁戦にもリンク悪いけど全然重宝できるよ。やっぱ強えもん気絶が。全体攻撃だし、クリリンは全体攻撃で中核率気絶でしょ。まあ、30% を連続で、まあ、何回か試行して、まあ、絶対ってまではいけんけど、まあ、ある程度は引けるんで1体ぐらいは。で亀仙人に至っては超高気絶なんで、このようにまあまあ結構な確率で入ってくるんでマジで出てきたい。で最終ステージにおいてご飯ちゃんっていうのはやっぱり意味をなす有利属性なんで、だから大切になってくる。リンクは弱いんですよ、やっぱ役立つよ。こっちがそろそろなんとか消し飛ばしたいね。いやここはこっちだな。順当に食らっていたい方を気絶じゃないわ、必殺封じ入れるっていうのが順当なんで、まあ、ここで言うとやっぱザマスですね。あー勝ったじゃん。はい、3、2、1、ファイヤー。オッケー、ナイス。あ、ごめんなさい。通知を切るの忘れてました。すみません。完璧忘れた。通知切ったもんやと思ってた。オッケー。めっちゃ食らったんだけど。めっちゃ痛いんだけど、ちょっと。まあ、ここで最悪死んでも復活は狙える。ね、抜かつ狙えるんで、まあいっちゃいいんですけど、まあせっかくなんで、そうだな、気絶入れてからの方がいいんだけどな。気絶入れてからにしよっか、やっぱり。そうだね。気絶入れて、まあ生き残ったとて、次はっちゃん使えばいいから、ザマスの攻撃じゃないわ、ロゼの攻撃が結構痛いね、やっぱり。いいね、追撃をかましていく。でここであわよくば気絶を入れて、まあ生き残ったとてはっちゃん。おー、だが2回目は絶対に気絶は入っていくはずだと思う。ナイス、まあ、必殺封じ入ってるからもう大丈夫か。でもまあでもクリリンのディフェンスがあんまり信用ならんからな。ああでも気絶入ったわ。あら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 、やりたい放題じゃないこれ。どうなのみんな、これもやりたい放題じゃない。お前はこっち。
とりあえずご飯ちゃんは絶えずロゼを攻撃する。ユリ属性なんでもったいない。地道には減らしているね。もうちょいだね。ここまでもうルーティーンを使ったらもう完璧でしょ。オッケーオッケー、あと1ゲージで、はっちゃん使う機会がなかったんで、次死んでも復活が狙えるというふうな流れですね。完璧ですね。これはもう素晴らしい流れですよね。え、ほんと最高だぜ。ベジータ、あ、どうしようかなこれ。あ、どっちにせよあれだもんな。一応ロゼに打っていこうか。まあ多分死ぬと思う、こっちが多分こっちが死ぬと思う。ごめんなさい、そっちが、すいません、切っとけばよかった、すいませんね。さあ吸引力を見せてやろう。いいね、必殺封じ。あー、避けるんだな。いや普通に食らった思ったわ。危ね危ね。さあバンコクびっくりショーからの飛行法、オッケー、倒したかな。バンコクびっくりショーからの飛行法、オッケー、ローズ倒してるね。で死ぬんだけど、ここが亀仙人の強いのとこなんですよね。仮面仙人って結構ね、条件ガバガバなんで、ガバガバっていうほどでもないんだけど、まあ仮面仙人がいた場合復活が狙えるんで、こっちじゃないな、ごめんなさいね。どこだっけ、これか。そう、仮面仙人が2体いる中で 50% 以下の場合復活が狙えると。だから結構緩いんですよね。緩いんかな、よくわからんな。緩いってことにしとこう。でもクリリンいるし悟空いるっていう、このイベさんが多い中で、まあ、イベさんがね、このクリリンとか悟空とかいるんで、まあ、絶対亀仙人2体いるわけですよ。ってなってくると復活はね、もう確定として出やすいんです。あとはまあ HP コントロールですね。さあご飯ちゃんロケット続きですよ。ボン、はい、OK、 終わりましたね。てな感じでいかがだったでしょうか。長兄ですね。火力は確かに高いけど、相手の個体数が多いので、そこはクリリンでいなしていったりすると良いで、なおかつ、まあ、今回極限 Z 覚醒した悟空がリーダーで持っているんであれば硬いんで、ぜひとも連れていきたいところです。で、地のヤードラット悟空は、まあ、必殺が飛んでこないようなところに配置さえすれば壁ですね。でクリリンで全体狙います。で気絶も狙っていく。亀仙人は最後でめちゃくちゃ輝くし、復活は、切り札として、まあ、保険としてかなり役立つかなと思います。で亀仙人プラス天津飯、まあ確かに食らうとこは食らうんですけども、まあ、必殺封じとかもあるんで便利で、ご飯ちゃんは最終ステージに向けてのまあ超火力であったりとか、まあ普通にもともとが硬いんで強いかなと思います。はい、ってな感じで、どうでしょうか。まあリーダー以外イベさんですね。この動画が参考になったらぜひグッドボタンよろしくお願いします。てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。